旦休憩するか。何してるの？よーシェータ、剣の鍛錬だよ。一緒にどうだ？私はいい。あ、そうか、急に誘ってごめんな。うん、少し見ていてもいい？あ、構わないぜ。これで100本か。隣、いい？いいけど、シェータもやるのか？少しだけ。見ていたら振りたくなった。そうか。なあ、俺も少し見てていいか？いいよ。ありがとう。勉強させてもらうよ。シェータ？これじゃ切れない。手刀でデク人形が切られた。それもバラバラに。シェータ、やめるんだ。ごめんなさい。どうしたんだシェータ、すごい剣幕だったけど。なんでもない。いや、あれだけの剣気、尋常じゃないよ。なあ、教えてくれないか、君がなんで凍結されてしまっていたのか。今の行動と関係あるんだろう。少し長いけど、いい？人がいないところに行きたい。わかった。ありがとう。そうか、それじゃあ教えてくれ。私は目覚めた時からずっとある欲求に駆られている。さっきのはそれが原因。欲求？それはどんなものなんだ？私は切断を求めてしまう。見たものは全て切ってしまいたくなる。相手が人だろうと物だろうと、見れば切れそうな場所がわかる。そしてそれを見たら実現せずにはいられなくなる。それが私の呪い。呪い？シェータは切ってしまうのが嫌なのか？私はこの欲求が忌まわしかった。ずっと押し殺してきた。それじゃあシェータが無音って呼ばれてるのは、他の聖豪騎士と関わらないようにいつでも無言を貫いていたから。万が一にも立ち会いを申し込まれて相手を切ってしまわないために。無口なのは人嫌いだからとかじゃなくて、周りの関心を引かないようにするためだったのか。私は切りたいと思うことを止められない。でも切ることが心底楽しいわけでもない。シェータ、それなら黒百合の剣だっけ？どうして神器なんて持ってるんだ？私の佐賀は忌まわしいものだけれど、自分では抗えない。何でも切れる剣と言われたら欲しくなってしまった。この剣は最高司祭様が作ってくれた。元になったものは自分で取りに行ったけど。原型はやっぱり黒百合だよな。どこに生えてたんだ？100年前、暗黒界で最大最後の合戦が起きた。もちろん多くの命がその地で消えた。この剣の原型となった一輪の黒百合は、その跡地で全ての命を吸い込んだ唯一の生き残りだった。じゃあシェータは最上の剣を求めて戦場跡を走り回ったのか。3日2晩探索は続いた。その時間は私の呪いの強さでもある。切りたくないと思っているのに
人気を得るためにそれだけ奔走してしまうってことか。それじゃあシエタが凍結処分されてたのはその剣を手に入れたからか。この剣が悪いとは思わないけど、剣を手に入れてから1年後、申し込まれた立ち合いで聖豪騎士を殺してしまった。私は後悔して自ら凍結されることを選んだ。そうか、そんなことか。けれどあなたが最高司祭様を倒して、騎士長が戦力として私を起こした。切っていい魔獣が多いから目覚めたことはいいけど、また誰かを切ってしまいそうで不安。なるほど。シエタは切断欲求を抱くと同時に切ってしまうことへの恐怖も感じているのか。彼女は快楽殺人者じゃない、むしろ苦しんでいるんだ。なら何とかこの矛盾を和らげることはできないか。話はこれでおしまい。話してくれてありがとう、シエタ。話したからにはキリト、これからはあまり近寄らないでほしい。そういうわけにはいかないよ。みんなを守るためには一緒に戦わないと。私なら一人で平気。けど切りたくないって言ったはず。俺はそう簡単には切られないよ。何を言ってるの？事実を言ってるんだ。この夜空の剣は300年もの間切り倒されることを拒んだギガスシダーから作られてるし、俺自身だって聖豪騎士を何人も倒したんだ。もう一度言うけど、そう簡単に切られるつもりはない。なんなら試してみてもいいんだけどな。挑発のつもりならやめて。私があなたを切ってしまう前に。やめないさ。切られると思ってないんだからな。それとも俺を切る自信がないのか。どうなっても知らないから。切れるもんなら切ってみろ。アリスも劣らないんじゃないか。これほどの剣士と打ち合えるなんて楽しさすら感じる。けれど今回の目的は剣を比べることじゃない。これでどうだ。さっきシエタは俺を切りたくないって言ってた。なら俺を切ることを我慢できれば自信になるはずだ。今はただ彼女の殺人衝動を和らげることだけ考えろ。せめて一時でも我慢できるようになればそれでいい。次の一撃で左腕を無防備に。それを切られれば仕方ない。切られなければ望みはある。
本くらいかけられる。消えるか、シエタ。好きやり。突き技を行う前に剣が止まった。早く離れて。衝動がこのままだと。また向かってくる。回避しきれるか。無理にでも止める必要があるな。体術でシエタから剣を振り落とそう。俺も体術、死闘には自信があるんだぜ。とはいえ武装を解除させるぐらいしかできないけどな。離れてと言ったのに。ほんのかすり傷だよ、大したことない。でも賭けは俺の負けだな。やっぱり私は切ってしまう。切断の衝動に抗えなかった。別に俺は死んでない。結果オーライ。ああじゃなくて問題ないんじゃないか。それにシエタは一瞬戸惑った。そう見えたけどな。ちなみにその時何を考えてた？わからない。俺はシエタがその呪いを克服する手伝いをしたいんだけど、君の考えていることがわからなきゃ何もできない。曖昧でもいいから原因を考えて言ってみてくれ。あなたとの戦いが終わってしまうのが惜しいと感じた。きっとそう感じたから一瞬ためらったの。確かに俺もシエタとの戦いは楽しかったな。終わってほしくないって思うぐらい。でも一瞬のうちにまたすぐ衝動が襲ってきた。切ってあなたを殺してしまいたいとまで。やっぱり私の存在意義は切ることだけ。その意識も事実も何も変わらない。一瞬であろうと君は剣を止められたんだ。今だって俺を殺そうと思えば殺せるはずだ。でもシエタはそうしようとしていない。少なくともシエタは誰かれ構わず切ってしまうような冷酷な人間じゃないってことだろ。だからシエタならいつかその切断欲求っていう呪いを解くことができると思うよ。黒百合の剣を貸しされた時、最高司祭様にこう言われた。切って切って切り続けなさい。その血塗られた道の果てにのみその呪いを解く鍵があるかもしれないと。アドミニストレーターがそんなことを。だから私は道の先に何があるのかを探したい。探して見つかるものかはわからないけど。ああ、もしかしたらこの道の先に大事なものが見つかるかもしれないな。ええ、だからキリト、私が道の途中で切ってはいけないものを切りそうになったら、その時は私を止めて。きっと今はまだあなたにしか私の剣は止められないから。ああ、わかった。約束するよ。うん、ありがとうキリト。